ローラが、どうしても交通渋滞にあって、この予定の7時に到着できないので、まあ臨時というわけじゃないが、英語の通訳を抜いて私が重要なポイントのニュースを解説しておきたいとこう思います。今一番大きな問題は、まあ、昔の東西の対立というのがシリアの 内戦の中からですね拡大するか第三次世界大戦へと広がるかもわからないという、非常にまあこの微妙なところでアサド政権の6月に首相に就任したフィジャフが閣僚2名と軍の幹部数名と共にヨルダンへ脱出したと。まあそれを手引きしたのは CIA であるという。まあ、CIA という発表ではなく、自由シリア軍が守ってヨルダンまで先導したという。自由シリア軍はほとんどが外国の傭兵で出来上がっている。そういう中でですね、このいわゆるフィジャフ首相の脱出がアサド政権の崩壊だと今バンバン宣伝しているわけですね。でそれを否定するアサド側のテレビ局が完全にテロで爆発されちまって使えないと。だからまあ軍事戦略占領政策では今のテレビ局をみんな潰せと狙うわけですよね。テレビ局を潰しちまえば政権側のいわゆる放送が止まっちまうと。そこで情報が混乱して右往左往する。そういう中で危ないと逃げろ逃げろと言ってそういう先導を図る。まあこのピジャフもその手にかかって、逃げ出す決意をして命が助かるならば逃げようと。まあこういうやっぱり、閣僚はたくさんいてるわけですから、逃げた一人であろうと、まあこう思われるわけです。でこのいわゆるまあ背景にですね、やはりイスラエルのモサド、そしてアメリカの CIA、 そして英国 MI6、 これがいろんな形でトルコを使ったり、工作部隊を自分たちで編成して送り込んだり、これが反政府、いわゆるテロ集団になったりですね。だからまあテレビ局の爆破を計画したのは誰だと。そして閣僚たちを外国へ逃亡さすのは誰がやるかと、いろんな担当を決めて、そのいわゆる工作にどん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 今入っている。それに対抗するいわゆるロシア、プーチンのいわゆる主導の下で、いかに KGB の人たちがそれに対抗する手段を講じているか。まあこれは
一番困ってるのは200万人から300万人になると言われるシビルで民間人です。この一般の人たちが、市民が、ヨルダン、レバノン、トルコ、この国境をまたいでみんな逃げ出しているわけです。血のみ血のままで逃げ出しているわけです。なぜこんなことまでしてアサドを倒さなければならないのかと。アサドが一体何を悪いことしたんだと。アサドの下でシリアは安全で安定した国であったわけですよ。シリアはそれなりの繁栄をもしてたわけですよ。ただ親父のアサド時代から今の息子のアサド2世の時代、ずっとロシアとの関係は非常に親密であった。そしてロシアの前線基地でもあったと。これを NATO が潰したいと。これだけの理由で、なぜ罪のない何百万人の市民が殺されたり、隣国へ逃げて難民にならなければならないのか。こういうことをするのがですね、民主国家なんだと。民主国家として民主主義がこういうことをしてまでですね、市民を殺戮し、難民にし、町を破壊すると。これ外国がそういう仕掛けをしなければ、外国が干渉しなければ、シリアは安心して安全で、商業も発展して、市民も豊かとは言わなくても安定した生活ができておったわけです。外国からの投資もあったわけです。こんなことになっちゃえば、外国からの投資もない。シリアの古代遺跡を見るための観光客も来ない。町の商店は皆閉鎖されてしまう。全ての経済活動は停滞してしまう、止まってしまう。これがやってるのが民主主義国家なんです。民主主義国家がなぜこういうことで市民を巻き添えにし、町を崩壊して、これ50年100年かかるよ、元へ戻すのには。まただからリビアの片冬を殺して、リビアの町を爆撃で潰して、そしてリビアの140の民族がいわゆる無法の国家になっちまって、民族間の争いも繰り返して、強盗殺人がもうあちこちで行われても、それを取り締まる力が政府にない。全く安全であった元の片冬政権かとは、最も今危ない危険な国になってしまってる。こう誰がしたんだと。これ民主主義国家がしたんじゃないか。これはだから民主主義を主張し、そして平和を訴えて、そしてその国を全く平和でない国に、危険な国に、不安定な国に、国民が生活できないような国に外国がしていいのかということです。これまた今シリアが今そうなっている。
だからまあいい加減にしろと、どこに正義があるかということを冷静に考えなければならないと思います。だからエジプトにおいても昨日もテロがあったし、シナイ半島のイスラエルとエジプトの国境で昔はモーデがそこを渡ってヒブライの奴隷をイスラエルに導いた、その国境でシナイ半島でテロが起こってエジプト軍隊の数十名が殺された。これもみんなそういうことがですね、外国の取り組んだいろんな工作によって今国が混乱しているわけです。モスレムの政権になったといえどもですね、またモスレムのまたテロリストが軍隊を殺すという、まあ殺し合いがまた繰り広げられる。まあこういうことが常に世界中で行われてきたわけです。誰が一体本当の真の正義に基づく平和な国家を作れるのか。格好のいいことばっかり言い、都合のいいことばっかり言ってるんじゃなくて、真剣にそのいわゆる国民のための国民の利益になる方法というものを正義に基づいて考えて、何が正しいのかと、アメリカの軍産複合体のこの世界戦略が正しいのか、ロシアが示す世界戦略が、ユーロシアアライアンスが正しいのか、中国が今上海条約機構を作って世界に向けてのいろんな戦略を発信しようとしている、これが正しいのか、何が正義に基づいているのかということをですね、これは世界の中で日本民族も考えなければならない時が来ているわけです。ユーロシアアライアンスなのか、上海条約機構なのか、NATO なのか、アメリカの軍事帝国なのか、どれが一体正義なんだということを政治は真剣に取り組んでいかなければ、その民族は不幸を見るということです。一番不幸を見るのは日本の民族なんだよ。政治が全く不在、政治不在なんだ。政治家がおらないんだ。政治家として金を取ってる人たちは単なる商売人なんです。これは町人なんですよ。背金主義者なんですよ。真の政治家じゃない、純粋な政治家じゃない、そういう政治家を選んでる国民が最後は馬場掴みの馬場を掴む、そういうことをよく認識して、この混沌とした世界情勢の中で生き残るための技というものを、江戸末期の武家政治が選んだそういう力を今の日本でもう一回作らなければ、日本民族は生き残れない、こういうふうに思います。今日はまあローラーが来れなかったので、私が代わって通訳なしで今緊急に使えなければならないシリア問題、それでエジプトの軍人を殺したテロ、この問題をお話ししましたよ。